はい、どうもピクトと申します。というわけで今回はこのフリーホラーゲーム魔女の家というゲームをやっていきましょう。この魔女の家というゲームはね、多分皆さんも知ってるゲームなんじゃないかなと思います。多分なんだっけ、書籍化されたゲームらしいのですごく有名なんで、ちょっとやってみましょう。じゃあ早速ね、早速いきます。あ、女の子、金髪の女の子がいる。この子が主人公かな。あ、動ける。え、なんもないんだ。あ、ヴィオラちゃんね。ヴィオラちゃんね。年13、体力10。持ち物。あ、手紙読む。読みます。遊びに行くのは構わないが、あまり森の奥には近づかないようにな。早く帰ってくるように、父より。あ、なるほど。遊びに来てんのか。あ、猫がいる。にゃんにゃん。え、喋ってるし。気がついた？何が？人間がこんなとこにいると危ないよ。あ、猫でセーブってわけか。なるほどね。はいはいはい。なるほど。ロード、あ、ロードはいいや。どっちだ？待って、看板。てんてんてんの家、森の出口。帰るか、じゃあ。帰ろう。帰ります。なんか。恐ろしく巨大な道、恐ろしく巨大な道じゃねえや。巨大なバラが道を塞いでる。なんか左側にキラキラしたのがあるから、ちょっと、それ、これ取るわ。はい。錆びついた刃物が落ちている。持っていきます。マチェット。何マチェットって。あ、まだ光ってる。まだあんのかな。アイテムの使用方法。あー。アイテムは自動で使用されません。なるほどね。オッケーオッケー。操作方法はいいや。マチェット、あ、待って、これ走れんのかな。あ、走れた走れた。シフトキーで走れるね。ちょっと待って。小さなバラが道を塞いでる。こっち側に、あ、待って、猫いなくなってる。猫、にゃんにゃん、にゃんにゃんいなくなってる。あ、これあれか、マチェットで、マチェットでこれを切ると。オッケーオッケー。マチェットってなんだろう、初めて聞いたんだけど。壊れてしまったの。そんなボロかったの。あ、猫がいる。よし。あれ、どうしたの？何？何この黒猫。ふーん。鼻が出口を塞いじゃって出れないんだ。うん。ちょっと待って。入ってみたら。どうせここから出られないんだし。いや、なんとかしてよ。あ、じゃあセーブするわ。セーブ1。よし。行くか。ちょっと先にこっち側になんか裏道。裏道から帰れる。ないか。しょうがない。あ、ここ怪しいんだけど。なんもねえわ。じゃあ入るわ。お邪魔します。まあね、タイトル通り魔女の家なんだろうと思うけど。怖いわ。ん？ここに入ると。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。おでよ。うわあ！待って待って、なに？びっくりした。ちょ待って。なに？ちょ待って、なに？何事？何事？ちょっと今一瞬だけ、一瞬しか映ってなかったけど、ゲームオーバーになってるね。ちょっと待って。この赤いの乗ったら多分ゲームオーバーになるから、ちょっと、読もう。私の部屋までおいで。あ、消えた。え？でもさ、あ、増えてる。お、黒猫、よ。いや、面白そうだからついてきちゃった。ところで今どっから出てきたの？ほんとだ。扉がなくなってるな。どうなってんのこれ。バラの花が飾られてる。バラの花。まあ、とりあえず適当に探索していくか。じゃあ、バラの花が飾られてる。私のとこまでおいでよって多分あれでしょう。魔女でしょ、多分。大きな柱時計がある。先にこっちから行くか、じゃあ。あ、クマ。クマちゃん。大きなテディベアがカゴの中に入ってる。わずかに隙間がある。クマをカゴに。入ってんじゃん。入ってんじゃん。何言ってんだよ、バカかよ、お前。入ってるじゃん、もう。こっちはなんだ。お、魔女の日記、読みます。私は病気だから誰も私と遊んでくれなかった。お父さんもお母さんも私を愛してくれなかった。へえ、かわいそうだな。てかさ、魔女、何？あ、待って、読めなくなっちゃった。プレゼント箱の山にテディベ、あ、やった。持ってける。テディベアを手に入れて、ああだだ何箱が落ちてる。持ち物、テディベア、ああ。あ、じゃああれをカゴに入れればいいってことか。なるほどね、オッケーオッケーオッケー。あー大きな柱時計がある。丁寧に時、今何時？ 3 時か？あ、4時？よ、わかんねえ。もういいや、なんでもいいや。とりあえず入れればいいんでしょ。持ち物、テディベア、カゴに入れる。
手足が突っかかってか、なんで入らないって。どうする、どうしよう、どうしよう、どうしよう。こっち側の部屋は埃まみれの汚いタンスがある。何も入ってない。あ、鍵かかってる。あ、ハサミあんじゃん。あ、これでさ、なんだよ、これであれじゃない。じゃあちょっとむごいけど手足を切り取っちゃっ、あ、あった。よしよしよし、切り取るか。テディベアの手足を胴体、うわ、むご、どうなって、あ、め、え、え、ちょっと待って。これ以上切るとクマではなくなってしまうって。え、なって血出てんだけど、人形じゃなかったの。まあいいや。うわっ、あー、ごめんクマちゃん、手形が犬みたい。ちょ、セーブしよう。ファイル2でいいや。うわっ、なになになに、じゃ今何が動いた、これ、あれ、なんか今ズシャって言わなかった、今。よくわかんねえけど、まあいいや、とりあえず入れよう。えい、シュート、カゴに入れる。テディベアの胴体をカゴの中に押し込んだ。どこかで、あ、これで左側のやつが、あ、かわいい、かわいい、この絵。胴体しかないけど、かわいいわ。これで左側のやつが開いたってことか。なるほどね、オッケーオッケー。そうやって謎を解いていく感じ。あー、なに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 、うわー、うわ、騒がしいんだけど。騒がしいんだけど、ちょっと。あれ、今、どこまで行ったっけ？あ、胴体手に入れたから、ちょっと待って。なんか今、クマが襲ってきたよね、今。ちょっと待って。ちょっと待って、クマが襲ってきたから、落ちるじゃん。え、これでさ、ちょっと待って。え、これさ、避けれるかな？はい！はい！え、待って、くるくる。あ、来ない来ない、よかったよかった。よかったよかったよかった。え、待って、これでさ、はい。はい、よし、オッケー。で、セーブして、あ、よかった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 。一回逃げ切ればいいのか。ああ、テディベアの手足が落ちてる。え、持ってきたくないんだけど。まあいいや、これ何に使うの、足とか。テディベアの手足何に使うんだよ。出れんのこれ。あ、出れる。あ、ここに繋がってんのね。なるほど。あ、てか扉増えたし。そういうことね。毒味をしろ。毒味？あ、これか。このなんか、骸骨かな。頭蓋骨をかたどった器に変な色のスープが入ってる。飲んで、毒味をしろ。あ、まあ、どうしようこれ。まあ、いや、飲んで。え、でもさ、なんか変な色のスープ入ってるって絶対おかしいじゃん、だって。まあ、いいや、ちょっと飲んでみるか。毒味し、ほんと、え。ちょ、優柔不断だからそういうのやめてくんない？暖炉がある。あ、暖炉がある。待って、覗いたらなんかさ、上からバーン抜けてさ、テディベアが襲ってきそうなんだけど。じゃあ先にこっち飲むわ。いただきます。ビオラ。ふざけんね。あ、鍵開いた。あ、すげえ体力減ってる。あ、え、え、無理じゃん。え、あれどうやって行くの。解毒剤がさ、どっかに隠れてんのかな。多分、ま、っつー、忘れてた。解毒剤がさ、なんかどっかしらの場所に隠れてんのかな。あ、なんかさ、暖炉じゃなくてこれか。ワインボトル。ワインボトルとか怪しいんだけど。暖炉の中になんか解毒剤が入っていたみたいな、そんな感じかな。中はすすだ、あ、なんもない。え？なんで開いてんのか、ふざけんね。ふざけんね。開いてんじゃねえか。コックは忙しい、手を貸してやれ。コック？テディベアの手足だったらあるけど。テディベアの手足でいい感じはないぐらい。ゴキブリ。ゴキブリんだけど気持ち悪い。気持ち悪いんだけど。食器やグラス、調味料が並べられている。え、なんか虫やつ、あ、あ、潰せんだこれ。なんか書いてあるよ。貴族の食卓という本がある。読みます。昔の話になるが、支配階級や富裕層の人々は、銀製の食器を好んで使っていた。手入れの大変な銀製の食器を使うことで、使用人を、使える経済力を世間に示したのである。また、銀食器は毒に、あ、これじゃん。これじゃん。見えない何かがいる。話しかける。はい、忙しい、忙しい。手を貸す。あ、あ、ありがとう。いや、お前、お前、違う、お前、ちげえ。
借りるのがちげえよ。ビオラちゃんじゃねえよ。手足じゃねえ。テディベアだよ、テディベア。よし。ちょっと待って、カットするわ。おい、コック。コック。持ってきてやったぞ、手。おい。あ、ありがとう。ちょうど手が足りなかったんだ。じゃあ足いらねえだろ。お、銀の鍵を手に入れた。ここ?鍵がかかっている。あ、あれか。これが毒入ってるから、銀のやつ反応するって言ってたから、これに銀の鍵入れるとなんかジュワーみたいな。なんだこれは。選択肢がいっぱいある。鍵でツワを叩く。はい。いい音がする。いい音がする。チン!はい。ん?何?スープの中に入れた鍵が黒く変色した。どこかで鍵の開く音がした。おーおお。あ、なんか今出てこなかった、今なんか。今なんかニュルニュルしてなかった、今。ちょっと覗こう。中はすすだらけで何もない。な、なに、ああ急に落ちんといて、ちょっと、待って。あ、開いた開いた。黒猫は?え、ちょ、黒猫はいる?誰?ちょ、なんか今女の子いたんだけど。女の子いた、今。ちょ、待って。え、猫。猫どこ?猫。猫ちゃんがいないよ。ちょ、待って。え。ちょ、待って。猫ちゃんがいない。ちょっと。あ、いたいたいたじゃん。ちょ、見えなかっただけだわ。猫の置物がある。なんちゃって。死ね、お前。なんだよ。死ね。なんだよ、この黒猫山とは、マジで。待って、じゃあ、ちょ、手前から、じゃあ先に探索するわ、じゃあ。なんか書いてある。あ、押せる押せる。雲は目が悪い。色まではわからないだろう。なんか、樽に入ってるかな。何も入ってない。何も入ってないってことは、どっかに何か入ってんだろ、これ。クモの巣が張ったボロボロの棚がある。特に何も入ってない。おうおうおう。何も入ってない。何も入ってない。あ、なんか色違いがある。あ、あ、来た。ロープ。ロープを手に入れた。何も入ってない。何これ。クモの巣に蝶が引っかかってる。取らない。え、これ取っていいのかな?まあ、いいや。取るか。はい。蝶を手に入れた。蝶何使うの?蝶。まあ、いいや。行くか。で、蝶とロープ手に入れてから。この部屋。え、待って、これさ、何?これは、ちょっと待って。え、これ、蝶を取っちゃダメなんかな?ちょ、とりあえず、ロープ。多分なんか、あれでしょ。何お前、俺の餌取ってんだよ、バカ野郎、みたいな、そんな感じでしょ。これで開かなかった。あ、よかった。ロープは大丈夫っぽいね。はい。ね、これで、うわっ!少し動いたような気がする。気のせいじゃないよ。気のせいではないよ。お!なんかいっぱい光ってる。魔女の家2。あ、待って、1。ちょ、1から読みたい派なんで、ちょっと、カッコ1。魔女の家の扉は、鍵では開かない。何かが鍵になってる。うん、知ってるわ。知ってる、知ってる。大体そんな気がしてたもん。魔女の家は魔女の力によって姿、形を変える。ほう。魔女の家3かな、これ。笑い話。何これ。昔々、ある金持ちの男が、大きな宝物を手押し車で運んでいました。車は森の中で壊れてしまいましたが、そこへカリウドと犬が通りかかりました。金持ちの男はカリウドに手押し車を見張っていてくれるよう頼み、カリウドはこれを承知しました。金持ちの男は代わりの車を呼びに行きました。その間カリウドは宝物を見張っていました。やがて夜になり、カリウドは家にいる老齢の母親のことが心配になりました。そこでカリウドは犬に手押し車犬に手押し車見張るってお前、だいぶ優秀な犬だな。金持ちの男が戻ってくると、犬が手押し車の番をしていたので、金持ちの男は、犬の主人への褒美として銀貨を犬に加えさせてやりました。犬は家まで走っていき、カリウドに銀貨を渡しました。それを見たカリウドは怒り狂いました。手押し車の番をさせていたのに、お前はあそこから銀貨を盗んだんだな。いやいやいや。お前が笑うのかよ。ちょ、今椅子が笑ったんだけど、今。はっはっはとか言ってさ、椅子が笑ってたんだけど、何これ。古い新聞記事の切り抜きが挟まってる。読むわ。バツガツバツ日、バツバツバツ国。うん、全焼、焼け跡から。おーおー。
また事件後、バツバツさんの一人娘であるエレンちゃんが行方不明になっており、警察は、何？ちょ、続き気になるからやめてよ、そういうの。鏡、うわぁ！ああ！さっきの女の子いた、今。鏡にひび入ってるって。動物図鑑。あ、バラ。動物図、植物図鑑やくしゃくしゃに丸めた紙が置いてある。おお、なんか影があるんだけど、何これ。誰ですか？コックさん？話しかけよう。ああ、本の修理、整理がうまくいかないや。何か縛るもの。ああ、俺ちょうどロープ持ってんだよ。おい。滑らかな手触りなロープ。やるよ。ありがとう、これあげる。読むと死ぬ本。は。ああちょっと待って。読むと死ぬ本ってなんで。ああ動いてるし！え、いなくなっちゃった。これセーブ何個できんの ?4 個しかできないのこれ。え、ちょっと待って、読むと死ぬ本だって。え、ちょっと読んでいいじゃん。表紙は読んでも死なないようだ。お前そんなんだったらみんな死んじゃうじゃん。おい、読みます。え、なんか目赤くなってるよ。何だったんだよ、今の。今の何だったんだよ、お前とりあえず。下げんね、読むと死ぬ。お、蝶を救え。いや、なんか蝶を救ったらさ、なんか雲が襲ってくるからさ、無理なんだけど。あ、ガラスケースに昆虫の模型がずらりと並んでいる。ガラスケースに青い、あ、持ってけるじゃん。やった。頑丈で外れそうにな、ね、い。何何、人間の頭部のようなものが入ってる。え、持っていく。あ、持っていけない。割れないのかな。ちょっと待って、なんだろうこれ。クモの巣が張ったボロボロの棚がある。特に何も入ってない。おう、あ、なんかある。待って、何これ。一冊抜けてる。あ、あー、わかったわかった。これに読むと死ぬ本を刺せばカチャッと、あ、間違った。あ、本を差し込む。これで差し込めば OK かな。本を差し込んだ。ガラスケースの蓋が外れ、あ、これで蝶が手に入るってわけね。なんかガチャガチャ言ってんだけど。え、あの騎士襲ってきてんじゃね。なんか絵がある。日傘を差す女性はニヤニヤして、こちら、おい、こっち見てんじゃねえよ。何ニヤニヤしてんだよ、ふざけんなよお前。バカにされてると思うんじゃねえ。うわあ！なんか襲ってきたんだけど今。ちょっと待って待って待って、なんか襲ってきたんだけど、あれかな。ちょっと待って、あ、これかな、これかな。人間の頭部のようなもの。今骸骨みたいだったよね今。頭が襲ってきたんかな。まあいいや。ちょっと読むと死ぬ本をちょっと刺して、でこれで、ちょっと待って、またなんかテディベアパターンだ。あれテディベアパターン、テディベアパターン。はい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 。でこれで来てるから、来てるから、来た来た。いや、なんかそっちかよ。ちょ、難しい難しい難しい。ちょ、あいつから逃げたらちょっとパート、このパート終わるわ。あいつから逃げたらちょっとパート1終わります。ちょっと頑張るわ。よし、かかってこい。はい、来た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 。よっしゃ、三度目の正直、三度目の正直で、引きつけて、引きつけて、引きつけて、よし、いける、来た。青い蝶外れてるかな、外れてる。どうし、調べらんないんだけど、ちょっと待って。待って、ちょ、セーブしよう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 。よし。よしよしよし。来ないよね、来ないよね。あ、よかったよかったよかった。ガラスケースに青い蝶、お、持ってけるね。やった。よし。よし、オッケー。というわけで、じゃあ、あ、なんか戻ってんだけど、お前、何やってんだよ、お前。なんで戻ってきてんだよお前。サボってんじゃねえよお前。とりあえず、というわけで、じゃあ、魔女の家パート1終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、バイ。